12時にね。はい。光に連絡してみるね。うん。何が、いや、わかんない。何がっていうのは。光もね、メンヘラだからね。いや、データしないよ。ふざけんなって話だよ。トレーニング行くなら行けよ。あ、ヒカルお疲れ。早い。お疲れ。ヒカル、俺さ、昨日 LINE 見ちゃって心配しちゃったんだけど、うん、もうダメかもしれないってツイートがあってさ、うん、大丈夫か？いや、きついよ。どうしたの？何があったの？いや、最近さ、うん、やっぱ閲覧も伸びないしさ。あ、そっち？うん、アイテムも飛ばないしさ。そんなことないでしょ。アイテムは本当だよ、結構カツカツで、うん、カツカツの状態なの常に。そのさ、うん、閲覧っていうのは平均閲覧 いくらなのよ。いや、もう最近80人とかだよ。100切ってるってこと？100切ったってこと？100切る、いつも今も130人ぐらいだよ。いや、ヒカルポテンシャルあるんだからアクティブにやらなきゃ。いや、アクティブにやってんだよ。結構県外も行ってるし、この間韓国行ってきたしね。なんでだろう。あのね、俺ヒカルの足りない部分ってさ、やっぱあの一人というよりコラボした方がいいんじゃないかなと思う。ヒカルって昔コラボしてて、そこでヒカルが盛り上げるっていう体制だったから、コラボしまくった方がいいんじゃない？誰かと有名な人とね、せっかく人脈あるんだから。まあ配信者とコラボは全然してないのよ。そうでしょ。うん、一人だとなんかのほほ旅みたいになっちゃってるからね。うん、であとそのとアイテム飛んでないって、聞いちゃっていいのかな、その月収どれぐらいなのよ。いや、それはちょっとあれだけど、うん、でも結構ほんとビビったらもうマジでギリギリだよ。そう、ツイキャスだけ、うん、ツイキャスだけだけど、まあちょっとヤバすぎて昨日からふわっちやり始めて、うん、ちょっと今なんか昨日からデイリーイベント始まってるんだよ、白雪姫アイテムみたいな。ああ、あるね、あるね。うん、だからとりあえずなんかそれで1位目指せばポイントもらえるじゃん。あ、1位になるとこれポイントもらえるの？そう、なんかそのデイベのやつだから。うん、だからそれをちょっと今日からやってこう、昨日からやってこうっていうので、うん、今やり始めてる感じかな。あー、みんなちょっとヒカルのこと応援してあげて、うん、ちょっとこれ今ツイキャス、ふわっち今はツイキャスだけど、夕方からふわっちやる、夜12時までまた。あ、そうなんだ。うん、あー、だからもうダメかもしれないなんだ。そうだね、やっぱなんか長時間やっぱ配信やってるけど、うん、アイテムがやっぱ飛ばなかったりとかさ。あー、分かる、きついよね。俺も長時間やってアイテム344円とかあるもん。あるある。やっぱある。俺もなんか1日16時間とかやるから、うん、それでも飛ばない時あるもんね、やっぱ。あー、きついな、それは。そう、でもさ、そのお金気にしてたら配信もブレるしね。そうなんだよ。ああ、これどうにかしてあげたいけどね、俺も金ないからな、これなかなか難しいよね、ほんと。うん、でも、ああ、パル応援者アイテムありがとう、これ、うん、あ、 ありがとうございます。だから、うん、光昔みたいにはっちゃけなよ。まあ、うん、昔の光はさ、ね、ポストね、光ずっと光だったじゃん。あの、みんなで想像できないかもしれないけど、ヒカルはね、ゼロワンがまだ芽が出る前のゼロワンだったんだよ。言い方ちょっとね、おかしいけれど。炎上して盛り上げてたんだよ、めちゃくちゃ。金梅さんと一緒に連れ添ってね。知ってる人なら知ってるけれど。閲覧だって、ツイキャスいつも2000人とか1000人を超えてたんだよ。かましにかましてたんだから。で、結婚してからちょっとおかしくなっちゃったけどね。まあ、落ち着いていくからね。うん。いや、店じまいって、その店じまいすることもないよ、これは。
まあちょっと模索はしてるよ今、うん、なんかねどうにかして新しいものを切り開けないかなって、うん、だツイキャスのパチンコ配信とかやればいいのに。まあやりたいんだけどね、その資金すらもないっていうね今。直宅さんは、いやさすがに無理だろ、その200万円の件とかあって。ああそっか、さすがにさらにさ、ちょっとそこは違うやろ。さ、倒れる人はもういないのかい。うん、あ難しい、本当しんどいなこれな。まあね、うん、あ、ミズニアンさんとかはって。ミズニアンとも連絡取ってないし、全然やってないでしょ、うん、ミズニアンも配信。あ、やってん、あ、ランちゃんがやってんのか。そうそう、多分ね、ミズニアンほとんどやってないんだよ。裏方回るとか言ってたね、なんかね。まあね、うん、やってるのか、あの光る、うん、やってるんだけど、うん、閲覧低すぎて見つかってないだけだわ、ミズニアンは。あ、そういうことね。そうそう、やってるんだって。うん、そっか、じゃあよかった。でもそのもうダメかもしれないっていうのはそういうことなんだね。まあでもそのもう配信者がね、たどる道だからさ。まあね、うん、だからどうにかするしかないねこれは。うん、うん、ありがとう。じゃあ頑張ってね、応援してる。うん、何かあったら連絡するよ。うん、無限の彼方へ、さあ行こう。笑ってこらえて、閲覧あげれんの勝って。大変だな、光も。ねえ。どうすれば、光の熱が伸びるんだろう。俺も人のこと言えないけどね、昼だけだしな。でも光の足りない部分って何なんだろうな。なんで光面白いけどね、普通に見てて。俺はヒカルはさ、やっぱ誰かとつるんでコラボした方がいいと思う。相乗効果でね。だから仲いい配信者とか探したらいいと思うよ。パルが一番は嬉しい。もう好き。付き合っちゃうか、俺と。あなたで。誰かと言わないけど。ねえ。別れるよ、もう、サトサちゃんとは。君と付き合うよ。もう、ナオタクいないから、ネタがない。ああ、直拓さんとは話し合いしたのかな、裏で。どうなんだろう。相乗効果じゃない、コラボ相手の力だけやん。だから、言ってしまえ、ペニー横田さん、今旬じゃん。だからコラボしたりとかいいんじゃない。俺、ペニー横田さんのケツの穴やれるよとか言って。あ、ありがとう、男だよ。ああ、そう、男なんだ。それでもいいよ、もう。ありがとう。こっちもホモになっちゃった。ちょっと歯が痛い気がするな、なんか奥歯が。うん、光全盛期の相沢と絡んでも失敗したバカだぞ。光はすごい、知らない。光ってツイキャス時代、つら2000から3000普通に集めてたよ、一人でも。知らない。うん、嘘じゃないよね。知ってる人いる。金梅さんのコラボとかね、金梅さんと一番仲良かった存在でもあったし。本当に